セレクトした写真自分の筋肉見すぎちゃう。わかんないけど、そのこうとかこうとかこうとか、はいはい、いやだからいいですよね、自分の筋肉に自信持てるっていうのは。超特急の高松アロハさんと原因は自分にあるの大倉貴子さんがそれぞれのファーストフォトブックの発売を記念して合同取材会を行いました。僕はこの芸能界で一番仲がいいというか、もう本当大親友と言ってもいいこの貴子と、まずはこう一緒に同時に発売することができて本当に嬉しいなっていう限りでございます。やっぱ2人のファンがすごい喜んでくれて、本当に一緒に発売してよかったなって思いました。同時に発売できた嬉しさはそうなんですけど、こう僕自身やっぱこう写真集にこう発売するにあたって一歩踏み出した自分の中で結構大きな決断だったので、それがこうして皆さんの手元に届いてるやっぱこう皆さんの声とかを聞くと、あ、写真集やって撮影してよかったなとすごく嬉しい気持ちでいっぱいです。波涛という意味がそもそも大きな波という意味がありまして、まあ、僕の、アロハという名前もかけて芸能界の大きな波を越えていこうという2つの意味を込めて波涛という名前にしました。僕は自分の名前なんですけど、やっぱりこう名刺代わりの一冊をやっぱこう作っていきたいっていう思いがすごく強くて、やっぱこう自分のことを応援してくれてる皆さんにとって、私はこういう方を応援してるんだよっていう、本当にこう皆さんにとって何かこう自信が持てるような、僕をこう応援してくれることに対して自信が持てるような、何かそんな一冊を作りたいっていう思いから貴子大倉っていう名前にしました。肉体美をもう、はい、テーマにしてやってるんですけど、衣装がこう破けてたりとか、ほとんど出てる、はい、ほとんど出てるので腹筋バーンって出てたりとか、肩ドーンって出てるってやつがあるんで、もう本当肉体美をぜひ見てもらえたらなと思います。自分の素に近いような本当にこう楽しんでこう撮影させていただいてたので、すごいこう素に近いような普段の僕のこの表情というか、なんかそういうこう楽しいが前面に出てる写真をたくさんセレクトさせていただいたので、そういうところはすごく見てほしいなと思ってます。波涛を、ね、僕も見させていただいたんですけど、やっぱりこう表紙というかこうカバーのやっぱ質感とかは本当にいいなって改めて思いましたし、内容もやっぱこう筋肉と水も滴るいい男とかね、言葉ありますけど、本当もうそれが前面に出てると思いきや、こうページをめくってたらアロハのこの笑顔の眩しさだったり、この楽しい表情だったり、なんかこうアロハの良さも前面に出しつつ、アロハが見せたい部分もこう強調できてるような、なんかすごいこの融合されてる本当にいい一冊だなっていう、はあ、どこだっけな、あるんだ、ある、全然どうぞ。セレクトした写真自分の筋肉見すぎちゃう、わかんないけど、そのこうとかこうとかこうとか、はいはいはい、いやだからいいですよね、自分の筋肉に自信持てるってのは。ダメだしちゃって、うん、自分あんな薄いんでね、申し訳ないです。初めて見たんですよ、うん、乗り物に乗ってるのを。舐めんなよ、乗り物に乗ってるの初めて。舐めんなって、電車しか見たことない。免許持っとるね、舐めんな。そうだから、しかも最初車かなと思いきや、そうだね、まさかの原付。ほら、初めてだったよ、あれ楽しかった。めちゃめちゃ似合っててなんかなかなかいないと思うんですよ、うん、原付似合う人ってすんごい似合ってて、褒められてる今、もう誕生日プレゼント買います。おあまりにも似合ってたんで、脱ぐところ、上裏のシーンでマジ筋肉しか見てないやんやっぱ脱ぐってなったらやっぱ仕上げてくる、確かにね、仕上げてくるのが普通だと思うんですけど、もう本当に素だったので、まっさら、まっさら、スンとしてる体だったので、やっぱ、ね、凹凸ゼロだもんね次ね、なんかまた脱ぐ機会とかがあるのであれば、もっとがっつり、そうだね、胸筋とかも鍛えて出てもらえたらなと思います。